どうもナオチンです。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。先日アップデートがありまして、バグの修正が行われたんですよね。その時にサイレント修正でルフィが強くなったらしいという情報をいただきました。ありがとうございます。ルフィ使ってみましょう。上がれ心臓の音。それでは行きましょうかね。どんな強化が行われたかというと、ルフィが変身した時、ニカになった時の必殺技が、ガード貫通するようになったらしい。なのでロギア系が本気バーストしたら無敵になりますよね。その無敵を貫通してダメージを与えるらしい。 OK、 ではとりあえず進んでいきますね。貫通するようになったっていうならば、3対象がものすごく楽に倒せるようになるよね。あいつらすごく面倒くさかったんだけども、まあ行きましょう。じゃあなしにしても強いな、やっぱね。やっぱ強いわ。オッケー。あ、ローもバーストで無敵になるね。あ、無敵になった。貫通する？あ、貫通するわ。あ、するするする。お、問題なく倒せる。マジで。となるとすごい強いよこれ。これは強い。あ、なるほど、これ貫通したらやばいね。 OK。 でもね、ハンコック落ちこないな。あいつちょっと呼んでこよう。あ、いるね。 OK。 もうちょっとね、動きやすかったらもっと強いんでしょうけど、やっぱりスカイタイプがね、若干動きにくい。上に上がりすぎた時がどうしようもなくなるんだよね。OK。 でも動きを早くっていいね、戦いやすいね。でこのまんま3対象いけるね。ちょっと待って、なんかあのゲージの減りが前よりも、え、こんな感じだった。全然ゲージ減らないんだけど。お、変身の継続時間がすごく長くなったような気もするんですけども、どうでしょう、気のせいかな。昔からこんな感じだった。 OK。 で3対象ですね。これわざと本気バーストさせましょうか。わざと本気バーストさせる感じでいきましょう。 OK。 つまりキザルからこっちに動かしていって、いった。オッケー。あ、行ったね。オッケー。貫通するか。はい、したね。貫通します。ロギア系がめちゃくちゃ簡単に倒せるようになってます。オッケー、オッケー。まあまあこのままクリアを目指してやっていきましょう。自由を勝ち取ろう。まあ、カイドウとかね、白ひげとかその辺よりは全然よし、スピードは出ないんですけども、でもにしてもやっぱ強い。え、結構強化された攻撃力とかも、以前使ってた時よりもなんか断然強くなってる気がする。まあ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 、それはステータスアップのせいかもしれないけど、まあいいや。変身するときのダメージも結構すごいもんね。ここでゲージを貯めてカタクリたちに挑んでいきたい。 OK。 いいね、もう一気に溜まる。ゲージの溜まりも早くなった。いや、そうでもないか。なんかおーおー、ルフィやたら強くなってる気がするんですけどね。ヒーロー入ってるから一撃でしょう。いや、ビッグマム残ってる。よし、オッケー、いいぞ。
まあ、スカイタイプのいいところはね、動きが速いところ動き速いからそれでタイムは縮められるよね。よし、どこ、これを傷つけられるならやってみる。カイドウがちょっと嘘の火星な潰してやる。騎士海星の体が発動してたか。OK、こいつらは一撃でいけるでしょう。あ、ヒーロー抜けるわ。おお、ギリ倒した。で、死ぬも生きるも天任せよ。ゲージも溜まってるし、いけるやろ。無駄のない動きだ。あ、まあまあ、エースがもしもバーストしたとしても全然いけたわ。オッケー。あー、ここでサボまで行きたい。オッケー、ちょっと待って、サボの動きが少し、ここで本気バーストしたとしてももう一個の必殺技があるけども、切れるわ。でも倒せた。オッケー、なんとか。無理か、本気バーストだけでもしとけ。で、本気バーストである程度突っ込んでいってコールドチェンジしましょう。この一戦で決着をつけようじゃない。おお、すげえなすげえな、おい、すげえ倒した。え、こんな強かった、こんな火力あったっけ。オッケー。でもゲージは溜まってないから必殺技は打てない。いいさ、よし、ちょっとここら辺倒してゲージ溜めてこよう。いや無理か、あんま溜まんないわ。ちょっと動きが読みづらいよ。終わりだ。蹴りつけよう。はい、タイムは7分でちょっといまいちだったんですけども、ルフィ強化されてます。変身した時の必殺技がロギア系も貫通するようになってるので、すごく戦いやすいですね。あとなんか全体的に強くなった気もするんですけども、気のせいでしょうか。はい、ということで情報ありがとうございました。またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。